はい、やりましょうか。えー、と今日は上智の、えー、と大学選択問題ってやつね。うんとね、どこで出るかっていうと、もちろん上智なんだけども、この辺かな。えー、と上智の文学部、総合人間科学部、あともう一つね、あ外国学部も出るし、理工学部も出ると思うのね。ちょっとなんかややこしいんで、これだけしか書かなかったけども。要するに対語なんでね。 えー、こんな問題ね。えー、っと、Unlike his father, Taro has a slim body.、ね、body って言ってもいろんな意味あるじゃない。その、これと同じのはどれかっていうんでね。えー、っと、まあ、よくあのね、サブジェクトだっていろんな意味あるじゃない。あの、テーマって意味もあれば、守護って意味もあれば、えー、家臣って意味もあれば、 ねいろいろあるじゃないそれねえー、っとねどういくかなんだけどもまずえー、っとこういうふうに検索してもらってそれのねうんと文法じゃなくてもうちょっと下行けば語彙っていうのがあるから語彙教室っていうのがあるからその中でえー、っと種類別っていうところのうん範囲語同意語同音異語その次の多義語っていうのがあるからさそこをクリックしてくれる そしたらこれになりますからまだ63問しかないんだけどもまあ、そのうちちょっとずつ増やしていきますから、えー、今日はちょっとやろうかなと思ってうーんね、えー、stir in the eggs and season with salt and pepper なんか料理の仕方でね season っていうのは、まあ、季節っていう意味では誰でも知ってるけどもそうじゃなくて、えー、味付けをするって意味なんでねここではねだからそれを 探せばい,いよね m ingredients x the i and season to taste.、Oh. その材料を混ぜて、そして味付けしなさいということかな。お好みに。Some footpaths are closed during the shooting season. これは本当にシーズンだよね。季節だよね。狩猟の季節っていうのがあるわけでしょ。許されている。We arrived at the height of the tourist season. うん Vine、tomatoes イン、トメ n ド e a s o n from April to October これは旬っていうことかな。だからこれだよね。動詞としてのシーズンでね。あの、まあこういう問題は作りやすいんだよね。センスっていう単語を調べて、こでそこに載ってる 一番小意味、二番小意味、三番小意味とか載ってるから、そこに、ね、ある例文を抜き出せばいいんだからね。There is no sense in flying to the moon. <ん>どういう意味 ?There is no sense in flying to the moon. あ月に向かって飛んでいくこと、行くことはセンスがないと。 ね、どういう意味だろう ?What is the sense of protecting if nothing ever comes of it?He、mm. has no sense of humor. これはね、ーモアユーのアのセンスがないってことだね。I, have, I am afraid I have no sense of direction. これは方向感覚がないわけだよね。方向音痴なんでね。He was in no sense responsible for the crash、uh,。彼はその クラッシュ、まあ、なんか車でぶつけたのかなんか知らないけども、衝突したんでね、それに対して彼は、えー、責任があらゆる意味でないということか、ね。これなんだろう There is no sense. うーんこれよくわかんないね、この意味ね。太陽月に行くことは意味がないと。What is the sense of protesting? If nothing it. of changes, comes ever、うん、何も変わらない何もそれ,がそれで結果が出なければ protesting する意味は何だろうと、ね、これ意味ってことかなこれ,これでしょうねおそらく、うん、その次 the medicine consisted in a fine powder easily dissolved これは簡単 簡単か。ファインも結構いくつか意味あるよね。例えば、I'm fine, thank you, のフ fine は誰でも知ってるけども、罰金って意味もあるじゃない。それが、うん、これか。Those who drop litter and garbage will pay a fine。これが罰金ってことね。あるいは動詞として使って、うん、be fined って言ったら罰金を課されるっていうことよ、ね。He was a fine fellow. Much appreciated by everyone who knew him appreciated who everyone knew by 立派なってことでしょ、ね、立派なやつだと。This fine sugar is、uh, one of our best products.、うん、このファインはさあの砂糖なんだけど砂糖が細かいってことなんだよね。これも細かいってことよ、ファインはね。h、uh, i s story sounded fine until I noticed its contradictions.、えー、その矛盾,矛盾に 気がつくまではまあ彼の話はすごくよくか聞こえたと。このファインというのはね細かいということよねうん。網の目が細かいとかねそういう細かいね。そ、えー、れで easily dissolved 溶けるんでね。だからこれか。あれ嘘嘘なんで？あれこう合ってるよ。 んおかしいな。なんだろう。This fine sugar is one of the best products. 出会ってるはずなんだけど。あれちょっと待って。俺選ばなかったのかなあなたの答えてこれなってね。これ違うよね。あれなんだろう。あ、これ選んだのか。1番選押し間違ったんだ。ごめん。えー、っとね、もうダメなんでね。2番押してもね、同じ回答。失敗したね。 えっと、もう一回、もう一回するには挑戦って選んで、あと2問やろうか。えー、っと、えー、Please print your name at the top。このプリントは、あの、プリントを配るとかね、ああいうプリントじゃないんでね。あれは handouts っていうでしょ。これは、要するに Please write your name っていうことなんでね、書くっていうことよ。だから、 You want to print your new story, don't you? Oh. could you print the address quick clearly the name was printed on her heart oh please print this scene on your memory uh, her common sense ah, it beautiful beaches make this a highly popular area with tourists、uh, ビーチが綺麗なんでこのこれをそうだねこれを a highly popular area with tourists にしているとつまり SVOC で使われるメイクっていうことかな her common sense made her an excellent nurse これでいいんじゃないの This room would make a comfortable office. これはなるってことでね。SVC か。He made his son a toy horse. これは SVOO でね。constant arguing doesn't make for. これは関係ないよね。だから、こういう簡単な動詞ほど結構いろんな使い方するから、タギ語なのよ。だから、これか。うん。 ちょっと見にくいね。この文字もうちょっとちっちゃくしてもいいかな、ね。よし。じゃあ、まあそういうことで自分でやってみて。ね、えー。挑戦ということでいけますから。あのー、あれだよね。これで、もしあの、他記語とか、まあこういうふうにしてやってもいいけども、どっかにリストとかあるでしょ。例えば、ほら、このやつ前にやったんだけども、こういうリストね。あのー、プラクティス。 contract, buy.、えー、こういうリストあので覚えてほうがはや早いかもしれないね。えー、table, hill,、uh, um, delivery, crane, spring,、えー、end, 目的、ビクッとする、nail, bottom, roll, negative, observe, sound, ファイヤーねこういうのねよしじゃあ一応終わろうかなね